情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、さて今日はですね、みんな大好き山尾しおりさんのね話をしたいと思います。みんな大好きでしょね、最近いい感じですよね、山尾さんね。でね、この山尾さんがですね、6月末にねナイスなツイートしてるんですよね。これ分かりやすい記事っていうことでただね書いてるんですけど、これどういうことかというとね、Q&A になってます。はい、 Q 野党はなぜ改憲議論しないかね、これに対して答え A はですね、議論すると共産党が対立候補を立てちゃうからというふうに書いてあるんです。で、そこで引用されている記事はね、共産党がですね、まあ、愛知県の一時公認を発表しましたという記事で、こう書いてあるんです。また国民民主党に入党届を出した7区の現職山尾志織氏かっこ無所属について改憲議論を進めることに積極的だとして野党統一候補にはできないと述べ、対立候補の擁立を図るとしたとね、共産党がね、ということなんですよ。わかります？共産党はですね、憲法改正の議論をする議員は野党統一候補にはならない、だから対立候補を立てるっていうふうに言ってるんですよ。でこれをまあ山尾さんがね批判して、なんで議論しないかというと、対立候補立てられて困っちゃうから、だから議論しないよと、要はその共産党に引きずられてるということをですね、まあ、はっきりとこのツイッターで言ったんですよね。でさらにね、これね補足がありまして、こう書いてあります。共産党が候補者を立てるのは構わないのよ、政党の自由な判断だから。ただ改憲議論するからという理由がいただけないのと、これが怖くて議論しない議員がいただけないということ、議論拒否をベースにした野党共闘では日本社会は良くならないよということで、いやー、まさにおっしゃる通り正論ですね。山尾さんどうしちゃったのね、目覚めたのね、もう救わなくて大丈夫ですよね、山尾しおりさんは救わなくて大丈夫だと思います。本当に今までだから、まああれでしょうかね、変なやつがいっぱいいる党で、まあ、引きずられていたのか、まあ、議員っていろんなねお立場ありますからね、大人の事情あるんで引きずられていたのか、まあ、それともそういうふうに言わされていたのか、ね、で今無所属になってこういうこと言ってるってことは、こっちが本心だった可能性ありますよね。まあいろいろガソリンだプリカなんだでね、マッドマックス地獄のデスロードとか言っていろいろねいじったりして、本当申し訳なかったなと思うんですけれども、いや非常にね正論、いいこと言ってるなというふうに思いました。でね、その山尾さんといえばですよね、6月の、ね、4日にね、日本を含むねヨーロッパ各国、それからアメリカの議員で構成されるですね IPAC というね団体の日本の共同議長に実は選出されております。 IPAC というのはですね、インターパーラメンタリーアライアンスオンチャイナなんですよ。わかります？インターパーラメンタリーアライアンスだから、まあ、チャイナに関する、国際議会同盟かな、うん、まあそんなような名前ですかね。一応翻訳はこんな感じですね。対中政策に関する列国会議連盟という、もうかっこいい名前ついてますね。すごいですね。でこれの実は日本側共同議長がですね、中谷元さんとこの山尾しおりさんということで、で先日ですね国家安全法が、可決されまして、民主的に選ばれてない政府にね、ある国のね、可決されまして、そのせいでですね香港の皆さんが大変な目に今あってますけれども、香港のね在日香港人の方の改憲のお手伝いをしていた山田博さんを中心とするグループありますよね。あそこで中谷さん、山尾さんの名前が出たのは実はこの IPAC ね、こういうつながりもあるわけですよ。全世界の今議員がね自由を求めるこの国会議員たちがね、すごいですよ。ちょっと目頭熱くなりますよね。列国議会連盟ですよ。かっこよくね、列国議会連盟ね、この人たちが今頑張ってると。だから今その議会からね、対中制裁ねきちっとやれとか、対中非難声明きちっとやれみたいな意見がバンバンこう日本もちゃんと出るようになったと。議会がやっぱそういうの見てなきゃダメなんですよね。アメリカもその大統領よりも議会の方が厳しいじゃないですか。だからこのバイデンがだろうがトランプがなろうが結局対中政策変わんねえんじゃねえかって言われてるぐらい、やっぱ議会が今厳しいですよね、チャイナに対してね。で、まあ、今回、まあ、こんなことやっちまったもんだから、国家安全法なんてね、とんでもない法律やっちゃったもんだから、余計これ厳しくなりますよ。で、私、ツイッターでね、チャイナは孤立の道を歩むという話をしましたけれども、まさにですね、孤立の道、まっしぐらということですね。まあ、カルカンみたいな感じですね。これ、ペディグリーチャンプと前間違えちゃいました。本当すみません。カルカンですね、孤立の道へ、まっしぐらと。ね、習近平、まっしぐらということでございます。で、ちなみにですね、この国家安全法がどんだけやばい法律かということはですね、福島香織さんがですね、告発の記事を書いております。でこれによるとですね、なんと外国人による人権問題批判も取り締まりの対象になる可能性があるということなんですよ。これヤフーニュースに転載されてるんで多分読んじゃっていいと思うんですけど、福島さんによるとね、この法律には香港の言論、報道、出版の自由、結社、集会、デモの自由を含む権利と自由の享受を保障するとあるが、
同時に自由を求める自由を禁じる法律でもあるということなんですよね。でその中身はですね、4種類の犯罪が規定されてまして、国家分裂、国家政権転覆、テロ行為、外国または域外勢力との結託による国家安全危害とということですね。でいずれも、主犯や重大な罪については最高刑無期懲役から、10年以上の懲役、軽くても3年以下、かなり厳しいと、ね、いうことになってます。で、その中でね、外国勢力との結託による国家安全危害が一体何を指すのかということなんですよ。で、それをね、福島さんはね、全部で5類型あるというふうに解説されてまして、チャイナに対して戦争をし、武力もしくは、武力の威嚇によってチャイナの主権統一及び領土の完全性に重大な危害を及ぼすこと、香港政府または中央政府による法律や政策の策定実施を著しく妨害し重大な結果をもたらすも恐れのあるもの、これ2つ目ね。3つ目、香港の選挙を操作し混乱さ、選挙操作して誰がやってるのって話ですけどね、混乱させ潜在的に重大な、結果をもたらすこと、潜在的に重大な結果ですよ、これもちょっとひどいけどね。で4つ目、香港または中国に対する制裁封鎖その他、敵対的行為で、最後が、さまざまな不法な手段を用いて香港の住民の間で中央人民政府または香港政府に対する憎悪を募らせ重大な結果をもたらす行為って、お前それどこに対してやってることやと、お前らがやってることだろうとか思うんですけど、はい、まあ、こういうのが入っていると。で福島さんはこの5番目が非常に嫌な感じがするとね、あの香港の住民に、中国や香港政府への憎悪を募らせるという言動というのは、中国の人権問題や非人道不条理を外国の NGO や人権団体とともに批判することも含めようとすれば含められるのではないかとね、さらにあの減刑規定でですね、要は密告した場合はあの減刑になるみたいなことも書いてあるというですね、まあ非常にこの問題のある法律ですよね。はい、でこれに対してですね、真っ向批判しているのはこの IPAC の皆さんで、その日本の代表の一人が山尾さんなんですよ。立派だよね。ね、でかと思えばですよ、自民党のね、某派閥の重鎮、ね、1回でも3回でもないあの人ですけれども、ね、自民党政府がですね、習近平来日拒否すると、ね、自民党でね、外交部会で決議するって言ったら、お前何とんでもないことやってんだと、ね、いうことで批判したという、まあこれも見てらんないですよね。昨日私思わずね、ツイートしちゃいましたけれども、いやもうこれね、本当にシャレになってないですよ。まあ毎日新聞かなかなんかがですね、まあその1回でも、3回でもないあの人を、まあ煽りまくってたわけですけれども、はい、それでね、毎日はねこんな風に書いてたんですよね。はい、2回し再度ですよ、本人じゃないですよ、再度自民の習近平来日中止決議案に猛反発、待ったの可能性もっていうことでこの煽り記事を書きまして、はい、でそこのね、まあ他にもいろいろあるんですけど、読売新聞によるとね、ここまで繋いできた先人たちの努力を何だと思ってるんだということで、いや何だと思ってるんだって、それ何だと思ってるからこそやってんだろうと、お前何言ってんだって話ですよね。大体その先人たちが間違えたんだよ、お前の先輩がズブズブハニートラップでさね、まああのチャイナからじゃないけれどもね、半島の北の方から金の塊もらってきたやつもいたろ、間違ったんだよね、それを直そうっていう動きなんだからさね、過ちって改めざる、すなわちこれを過ちというという感じで、あなた1回でも3回でもないあなたはね、この過ちを繰り返すつもりですかということになってしまうと思うんですよね。でこれでね、自民党のこの決議案がトーンダウンしたり本当に待ったのかかったら、これ由々しき問題ですよ。秋にも解散総選挙かと言われていますが、これもしこれがね本当ぬるい内容になったら、これちょっと自民党応援できねえなぐらいのかなりの大問題だと思うんですよ。まあ二階さんご本人はね、もうすぐ引退も近いんじゃないかとか言われてるし、まあ最後まで自分の信念を曲げたくないんでしょう。だからまあダメ元で言ったふりかもしれないし、そもそもこれ本人が言ったかどうかよくわからないですからね。二階氏サイドが言ったの、サイドがいい、サイドですよね、サイドが言ったの。4号でもセンターでもなくね、これハンドボールやってる人しかわかんないと思うけど、4号でもセンターでもなくサイドが言ったわけですよね、ポストでもないんですよね、サイドが言ったっていうことですから、んサイドが言ったってことはどうなのと、じゃあキーパーは言ってねえのみたいなね、まあまあそういう感じですよね。だからまあちょっとね、今回の発言ね、まあ、サイドがそういう風に言ってるってことをまあ土の子新聞が書き立てて、ね、でわーってこれで猛反発つけたら、いや俺はそんなこと言ってないと、周りのやつが勝手に忖度して言ったんじゃないかって、まだ逃げ道残ってるので何とも言いませんけど、まあおそらくご本人が言われたんですかね。
うん、まあ一応仮にご本人が言ってそれを西条が伝えたっていう体になってるから、まあその土の子新聞に書いてあることを信じるとするならですよ、これはとんでもない話です。はい、とんでもない話です。で今全世界のね、列国なんだっけ、長瀬さん、超国家組織対中政策に関する列国議会同盟がですね、いいですか、インターパーラメンタリーアライアンスオンチャイナがですよ、ね、これが批判してんだよ、ね、それをね、自民党の派閥の領袖だかなんだか知らないけど、それが出てきてさ、先人たちの苦労とか知るかそんなのって話ですよ。間違ってたんだよ、それが。アメリカでもそれ間違ってたってことで反省して、ね、親中派の共和党議員とかも全部こっちに来たわけだからさ、ね、日本でもそうやってやんなきゃいけないよ。ね、時代に乗り遅れちゃダメさ。ね、まさにこれ、バスに乗り遅れるな、みたいなね、話かなと。まあ、AIIB の時ね、バスに乗り遅れるなとか言って、乗り遅れるなとか言ってね、散々マスコミ煽りましたけど、今回こそね、バスに乗り遅れるなって煽るべきですよね。何やってんだろうな、日本のマスコミな。まあ、土の子新聞みたいな広告料もらってるから、なかなか歯切れの良いこと言えないのかもね。あんまりこれ以上来ると、ちょっと親誰か来たようだになるんで、やめときますけどね。やめときますけど、まあ、ちょっとね、マスコミ諸君、ね、この、対中政策に関する列国会議連盟、しっかり取材した方がいいと思うよ。ね、ほんとそういう風に思います。はい、では皆さん、最後にチャンネル登録をお願いします。今日の内容良かったと思ったらね、高評価入れといてください。ガー。